すげえな。いや、世の中ってさ、不思議なことが、本当にあるんだなと思って、いや、奇跡フレコのレベルマックスって本当にあるんだなと思ってさ、いや、まずこれを見てほしいんだけどさ。誰かこれ知ってる人いるかな？いたらめちゃめちゃ嬉しいんだけど。これドンキーコングのね、確かに食玩。食玩でいろんな種類あったんだよね。で、その中で俺特に気に入ってたのはこれで、これをね、常に持ち歩いてて、これだけ生き残った他のやつは全部捨てられちゃったりとかして、あげちゃったりとかね、他の親戚の子供たちにあげたりとかして、なくなっちゃったと思うんだけど、これだけは持ってて死守したんだよね。うちの親勝手にあげるからさ、捨てたりするから、子供の頃のものってあんまり残ってなかったんだけどさ、それでも大事なものって結構しまい込んでたりとかして、取ってあったやつの、これ本当さ、ここ押したら、ここね、押したら口が開くようになってるんだけどさ、もう壊れちゃってるんだよね。これ、1996年か。バンダイって書いてるね。バンダイ1996年。で、ほんと、これめちゃめちゃ、本気子供の頃でね、本気子供の頃、まあ、本気子供って意味わかんないけど、もう子供中の子供の頃だったんだよ。で、それが、今もう、ね、持ってる大人って今でもこうコレクションで持っててずっと大事にしてたんだよね。でさ、ほんと付属のもとの人形とか背景とかもここに穴があるでしょ。背景もさせたんだけど、それはちょっとなくなっちゃってたんだよね。で、もう大事に取ってて、おそらくね、ここのゴム取り替えれば、まあ、一応治るかな。いや、でもここ折れちゃってるのかな多分。多分ね、ここの中のね、機械が壊れて、構造自体がもうほら、もう壊れてるから、多分、あ、折れてるね、ほら。折れてるから多分もう治んないんだよね、これね。だから、いつか、まあ、中古ショップとかで、ね、これと同じやつで、もしこのシリーズで売ってたら、まあ、昔の職場でたまに、出回ってる時あるじゃん。ドンキーってやっぱ人気だからないんだよね。あったとしてもすぐ売れちゃうから、これ出回んないんですよ、ほぼ。たまにこれのフィギュアとかも売ってたりとか、そういうの買ったりするんだけどさ、奇跡起きて。奇跡。本当に、ちょっとね、びっくりした。目を打たれて、ほんと、10秒くらい、いや、20秒くらい止まったよね。嘘だろって。ザ・ワールド以上に止まった。ほんとに。で、でるってってるるってってる、ポーンやばくない？ワンセットフルで、しかも多分壊れてないんだよ、これ。背景もあるし、ちゃんと。いや、これはちょっと震えた。ほんとに震えた。もう、これ、あったのって。同じやつ。全く同じだよね。いや、これ怖くない？もう、まだ正直ちょっと震えてる。まだちょっと正直まだね、震えてる。早速出して。出して見てみようか。これワンセットクールでね。いや、この食感、懐かしすぎる。うわぁ、すげえ。見て、背景。これが、今、これ自分の持ってたやつなんだけど、つけるけどさ、こういう風にほんとつくんだよね。おーすごい懐かしい覚えてるこれ。でもこれなくしちゃってさ、今までできなかったんだけど、うわー諦めないで探すこの心って大事だね。諦めない心ってほんと大事だわ。諦めない心。常に、もう、心に留めておくというね、ないかなと。諦めない心。うわ、泣きそう、マジで。で、これが、うわー、懐かしい。また、ディクシーとか、夏すぎない？ディクシーコング、ディクシー。色ついてないからちょっとわかりにくいから、ピンクの服着てさ、こう、ちょっと空飛べる、くるくるくるって軽いポニーテール回ってさ、くる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 って回れる、女の子ね、ディリーのガールフレンドだったよね。ディリーのガールフレンド。泣きそう、どうしよう、泣きそう。まさかフルセットでゲットできるなんて、思ってなかったから、これは、いやー、これ売りすぎない？しかもね、多分壊れてないんだよね。ゴムも新しいんだ、これ取り替えてくれたんかな？多分当時のゴムだったらもっとさ、白くなっててさ、もっとバリバリになって、ワンチャンボロボロになって落ちるじゃん。でもね、ゴム新しいんだよね、これ。だから、店員さんがさ、売るときに取り替えてくれたか、新しく付けてくれたか、だよね、多分ね。いやー、いけんのかな？壊れてないよね。で、取れてないし、いけるか。いけそう、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 いきます。おー、おー、
すごい壊れてないよ。マジでか。ちょっとやばい、マジ感動した。ちょっと待って、ディクシーをねセッティングして、ディクシーをセッティングしまして、ディクシージャンプと行こうぜ。ディクシージャンプとディクシーをねセッティングして、ティティティン、ティリリリン、ティティティン、ティリリ、あ、これワンか。これワン、これワンだな。行くぜ。ツー、シャッ。あ、じゃあパンとは飛ばないんだな。ゆっくり、多分ゴムもっと強くすればもっと飛ぶんじゃないかなと思うけど、ちょっと壊れたら嫌だから、まあ、このままちゃんとね、一応ちゃんと機能はするからね。ほらちゃんと動くからね。パカッ、ほらちゃんと動くから。あと、そう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 、ここにね、あの、これあの宝箱もあるんだよね。ほら宝箱、これも強い。これあの意識が全部出すと、ここに宝箱を置いて、ここにディクシーを置いて、これで全セット。おぉ、揃った。やばー、やばすぎる。これはコレクション中のコレクションだわ。マジ泣きそう。やべえ、これは泣くわ。ありがとうございます。ずっと大事に持ってた、もうちょっと壊れちゃってたやつなんだけどさ。いやー、マジ、あ、でもシールの、あれシールなんか違くない？シールは、あ、シール逆に貼ってない、これこれシール逆じゃない？うわ、マジか。シール手前だよね、これ絶対。ああ、そっか、これ部品取り替えて、そっか、こっちを、俺の持ってたやつをメインにすればいいのかな。ね、そうすればさ、このマーク、あのスクイッターのマーク、これ逆になってるからさ、ちょうどね、こっち前に来るし。あ、そういうこともできるよね。で、壊れないかな、大丈夫だよ。ここゴム外してパカって取って、こっちつけるだけでしょ。多分大丈夫だと思うから、ちょっとやってみようかな。え、壊れたらどうしよう、マジ怖いけど、ちょっとあのやってみるか。まずはこうパーツを取って、ゴムをね全部取って、で、だいぶ待って、壊したらまずいかね。壊したらシャレにならんから、せっかくゲットしたのに。え、どういう構造になってるのかちゃんと見て、取れた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 、大丈夫、いけるわ。やっとやっといける、いける。で、あとはちょっと慎重に、ね、壊れないように、壊したシャレだな、ね、ここまで来てね。ここにカチャッとはめれば大丈夫なはずなんだけど、ちょっと待って、あ、こうか、これで OK、 はまったよね。あとはゴムをつけて、俺で大丈夫だね。 OKOK、 できたできた。これで向きもね、スクイッターの向きも OK だし、これでパカッてやれば取れる。おお、いいね。勢いもなんかマシマシになった気がするぞ。勢いも行くぞ、さっ、おお、めっちゃいかんじゃない。これ結構飛んでいくんじゃないかな、ディクシーを。ディクシーやっぱ最後に飛ばして終わりたくない、ディクシーコングを最後に。いや、よかった、これ治ったわ。治ったし、新しくなったし、これ土台自分のやつだからさ、あのマジで嬉しいんだけど。相当ね、相当気がして、そしてアタック。おお、めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだ、ディクシー。やった、完全復活、自分のやつが完全復活した。さっきのやつ向き逆だ、全然気づかなかったわ。おお、これでマッチ OK ということで、やったー。ほんと、まさかこんな奇跡が起きるなんて思ってなかったから、ガチ嬉しかったわ。ということで、今回はね、多分ね、俺と同世代の人はね、持ってたと思うんだよ、これ。ドンキーの職が、めっちゃ懐かしくなかった、みんなも持ってたと思うんだよな、この昔のドンキーコングの職がのね。いやー、久しぶりに、この、ね、新品のやつに、新品図が壊れてないやつで遊べてよかったわ。しかも自分のやつが土台になってよかった。こっちもね、今分解してみたんだけど、直せるかもしんない。うん、折れてるところを繋げばいいだけの話だから、うん、接着剤つけて、ちょっとレジンでコーティングすれば取れないと思うんだよね。いけるかも、治るかも、両方。奇跡起きたかもしんで。いや、他にもドンキの食玩とかね、俺、あとね、スーパーマリオ RPG の、食玩探してんだよね。昔たくさん持ってたんだけど、ジーノの人形とかあったんだよ。ジーノの人形。あれは多分もうないんだよな、家に。めっちゃ持ってたんだけど、多分全種持ってたと思うんだよね。だからそれをね、もう一回集めようと思ってるんだけど、それも売ってないんだわ。なかなかドンキーのやつとか。まあ大人になってからね、こう子供の頃のおもちゃ集められるって楽しいから、まあ少しずつね、集めてみんなで見ていこうかなと思います。ということで、また次回ね、次の開封、動画っていうか、レビュー動画でね、懐かしいおもちゃのレビュー動画でお会いしましょう。いやー、よかった。みんなもぜひね、おもちゃ屋さんで、まだ売ってるわ。あるところにはあるぞ。売ってたらぜひゲットして遊んでみて、超懐かしいわ。
やっぱ子供の頃思い出すね。いやー、いい時代だったよね。やっぱ子供は今の方が楽しいけど、大人だと今の方が楽しいけど、子供の頃思い出すこういうおもちゃっていいよね。自分の遊んでた子供の頃のおもちゃをゲットするってすごいいいよね。